ハコナハコナホームチームジャパンハリーストロ第18試合、ここからフェザー級の一戦をお送りしていきます。5分3ラウンドでこの試合は行われる予定となっています。牛久潤太郎対ハリー・スタローンの一戦です。左にいるのがハリー・スタローン、ブラジルサンパウロ出身、ただ幼少の頃から静岡県で育っていますハリー・スタローン。牛久潤太郎の方がこれがプロ25戦目、現在4連勝中と波に乗っています。ハリー・スタローンはディープ本体から初出場、サウスポースタイルで牛久、今手前からプレッシャーかけていきます。まあ、勝利選手、この試合は牛久はハリー・スタローンどう迎え撃つかですね。そうですね、未知数なんで、はい、どういう展開、まあ、充実化っていう情報なんでスタローン選手ですね。そうですね、まあ、キックボクシングで打撃系のこのバックボーンもあるみたいでありますけれども、体格1階級落としてきてるっていうんで、はい、体格力強そうですよね。そうなんですよね。あーっと、ここは一気にギロチンか、ギロチン取ったか、牛久潤太郎抜けました。現在は4連勝中です牛久潤太郎。牛久選手強いですからね。横山京介、そしてザック・ベナンベレにこのディープでは勝っています。横山選手との試合もすごいハイレベルな攻防で競り勝ちましたからね。サイドまで行きました。外掛けで倒しています。この牛久の強いところってのはどんなところですか？いやもうでもフィジカル、もう打撃もボクシングもすごくうまいし、もうフィジカルも強いし、はい、でも本当トータル的に強いって感じですよね。あ、もう何でもいけると。ここもサイドをキープしています。ここから何の仕掛けを見せるか、打撃でいくか、それとも関節取りにいくか、上になっている牛久です。ディープ本大会初出場のハリー・スタローンと相対しています。まずはキープってとこですかね。ここはそうですね、5分3ラウンドですね。はい、そうです。おっと、返していきました。サイドを取り返しました。上になった、ここスタローン選手強いと思いますよ。もう完全にもう、あ、でも牛久選手高い級の、あと腕を、うまい、うまい、そしてパンチだ、パンチだ、あーっと、ここはサッカーボールキック、もうストップ、ストップがかかりました。ちょっと腕痛めましたかね。あー、やはり腕をちょっと痛めています。あー、腹のあたり押さえてますか。勝ったのは牛久潤太郎です。ハリー・スタローンに対して1ラウンド TKO 勝利を収めました。なんでしょう、ああいう寝技の攻防の中でこのあばらのあたり痛めちゃうってことはあるんですかね。あ、まあ、なかなかないですけど、まあ、うん、もう牛久選手の圧勝でしたね。そうですね、はい、最後一気にフィニッシュ。
戦してからもこれ3連勝となりました。波じゃないですよね。あ、そうですか。すごい楽しみですよね。どうですか、ベルトというところまでは。あ、いや、もうぜひ行ってほしいですよね。チャンピオンになってほしい人ですよね。今このフェザー級のチャンピオンはヤマス、ドミネーターサトシ、第9代のチャンピオンです。さあ、そこまで駆け上がっていくのでしょうか。牛久潤太郎1ラウンドで勝利を収めています。